お面白くないな、こちら。いやいや、そっちの伏せっぽいがダメでしょ。いいじゃん、大吉大吉で。大吉大吉じゃ面白くないでしょ。いや、そう、伏せやめよ、伏せ。もういいじゃん、次面白い出るから。じゃあ、次は串田駅でお会いしましょう。です。いってきます。これね、参拝で、伊勢島サミット。はい、じゃあ東松山、松坂を出まして、こっからがね、一番次の串田駅までが一番長距離になってます。 3.9 キロ。 4.4 です。 4.4 キロ、はい、やっぱりね、もうその Google マップの歩きの道と、すでに電車での直線距離での路線距離との、そこで誤差が出てますから、53分。ちょっとここがあれですね、長丁場ですね。もうあれだよ、53分って表示を見た瞬間に、うん、やる気がゼロだよ。早いから。そしてね、この三重はね、あの結構小道多いんですけど、うん、小道普通に車が両方向で走ってくるからね、バンバン来るね。そう、後ろからも前からも来るし、うんうん、結構しかもスピードが速いね。そして交通量が多い、うん、侮れない。うん、やっぱりそこら辺はね、ちょっと東京とはまた違うよね。違うね。うん、あとね、高校生に覇気がないね。びっくりするぐらい。おお、これは気持ちいいね。おお、中視界が開けた、一気に。どうですか皆さん、これこれでようやく住宅街を抜ける感じですね。抜けたね。っていうことは、こっから田んぼの長い風景を見ながら、うん、いいんじゃない。歩き始めて1時間ちょっと、5キロちょっと歩きました。まあ、ちょうど1万歩も超えたね。いやなんだろうね、まず一つ言っていいですか。はい。1時間歩いて、コンビニゼロ、バスゼロですね。バスゼロってすごいよね。おぉ、電車来ました。いや電車はバンバン走りますね、うん、気持ちいいですよ。田んぼの中、電車がふーっと走ってきますからね。あとね、白鷺がね、すごいいたね。やっぱ自然ってすごいなっていうのと、あと Google マップさん、ここ道じゃねえからっていう。これ Google マップさんではここ国道を示しております、うん、ここに行けって言ってね、ちょっと10メーターぐらい田んぼだったよね。本当に入っていいのかなみたいな、ね、うん、なんですけどね、ちょっとここ川が多いんで、迂回すると約2キロはロスになるっていう。すごいよね、うん、もう怖い道ですね。反対側行けないですからね、うん、なので今やっとコンクリートに来たんで、舗装道路がちょっとホッとしましたね、これだね、うん、いやでもね、このお米のね、稲畑の周り歩いてて、すごい香りが、お米の香りしてね、うん、気持ちいいね。気持ちいいしね、焼き肌もしてるし、なんだろうね、昔の日本の生活がそのまま見れるっていう、なんかいい旅だね、これは。ちょっと癒されるね、うん、たまにはこういうのいいかもしれない。びっくりするぐらい水きれいだしね。今までだったら車とかバイクでここ通り抜けて終わりだからね、うん、すごいね。というわけで串田駅到着いたしました。暑っ。長かったね。暑い。1時間いやまあでも東京と違って迷うことなくまっすぐ来れるんで、うん、順調順調、うん、順調っちゃ順調ですね。じゃあおみくじ引いていきましょうか。串田編ですね。はい、じゃあ須さんからお願いします。はーい。おっ、吉。ごめんなさいね、これ中吉じゃん、これ吉でした。俺もう1500円だけど大丈夫ということで、須さん1500円。すごいじゃないの、1500円。見てきていい、1500円どこまでいけるか。でもね、
電車使わないから。なんで？なんで？電車なんか歩いてればいいんでしょ？うん？電車なんか歩いてればいいんでしょ？ずっと。いや、あっという間に着くでしょ。線路には着くでしょでも。はい、じゃあ私行かせていただきます。はい。今日でございます。マイナス500円マイナス500円ってことは私は500円ですね。私500円、スーさんが1500円。なんかあれだね、いや順調すぎて、なんだろうね。ただ一言言っていいですか？はい。使うとこねえんだけど。そう、使うとこない。本当はね、当初はこの予定では駅の周りコンビニくらいあると思っていろいろ設定してたんですけど、やばい、コンビニないんでね。このね、おみくじチャレンジが出た時にコンビニがないと話が進まない内容もあるんで、ちょっとそれだけきついね。心配だね。まあ出たら出た時その時考えましょう。どこへんだっけ、有名そうな駅。まあ伊勢市駅まで行けば、まあそれもうほぼゴールだからね、この辺はあるでしょ。うん、よし、じゃあ次は小石代駅向けて、じゃあ行きたいと思います。ういっ